日本ハム、山崎福也、移籍後初勝利。日本ハムにオリックスから FA 加入した山崎福也投手が9日のソフトバンク戦に先発し、7回途中2失点の連投で移籍後初勝利をマークした。これでチームは5勝4敗で貯金1。FA 左腕は、まだまだシーズン始まったばっかりですし、ファイターズ、なんとしても優勝、てっぺん目指してチームみんなでやっていきたいと思っていますので、どうかファンの皆様熱いご声援これからもよろしくお願いします、と呼びかけ、大きな拍手が送られた。きたー。ハム砲、未だ借金生活なし。勝ったー。山崎初勝利をね。よう逃げ切ったなー。お互い残塁多かったけど、初回に畳みかけられた分勝ったな、あさっても勝とう。しかしまあ今日はハムファンがよく知ってる有原だったな、立ち上がり爆発するけどなんやかんや立ち直ってイニング稼ぐやつ。さすがに次は文村じゃなく水谷使うだろうから、なんとか爪痕残してほしいわ、絶望の助っ人打線から脱却してくれ。今年は接戦に強いな、去年なら絶対終盤に逆転されてたわ。攻撃してきそうなシーズンは久しぶりだな。ご視聴ありがとうございました。